はお休みのシーズンだと思いますが、いかがお過ごしですか？夏風邪とかひいてないですか？さて、今日は夏に関係する美しい日本語を皆さんに紹介したいと思います。実用的ではないんですが、響きが綺麗で景色が思い浮かぶような言葉です。詩や俳句や文学作品に出てくるような言葉です。これを知っていると日本語の美しさ、そして日本の夏の情景をもっと楽しむことができますよ。今日紹介したい言葉は全部で7個あります。綺麗な写真と一緒に見ていきましょうね。1つ目、炎天。炎天とは太陽の熱で焼けそうな空のことを言います。炎には炎という漢字を使います。太陽の日差しがもう痛いぐらい暑い天気のことです。炎天の空の下にいることを炎天下と言います。炎天下、長い間スポーツをすると熱中症になります。2つ目の言葉、夕立。夕立は暑い夏の夕方、いきなり雨が降ることです。皆さんも経験したことがあるでしょうか？いきなり雷が鳴ってザーッと強い雨が短い間だけ降ります。これが夕立です。単なる雨とは少し様子が違いますね。日本人は夕立と聞くと暑い日の夕方を思い浮かべます。3番目の言葉、入道雲。入道雲は夏に見られる大きな雲のことです。この名前が面白いんです。入道は実はもともと仏教の言葉です。仏教の道に入る、つまり仏教を修行するお坊さんになることなんですね。お坊さんの頭は髪の毛が生えていません。お坊さんのような頭をしたお化けのことを入道と言うんです。だから入道雲は入道というお化けのように大きなもくもくした雲のことなんです。4番目の言葉、秘書。秘書とは文字通り暑さを避けること、つまり涼しいところに出かけることを言います。涼しいところは秘書地と呼ばれます。日本の中では長野県や北海道など自然が豊かな地域が秘書地として人気です。暑さから逃げたくなるほど日本の夏は厳しいんですよね。5番目の言葉、セミしぐれ。セミは夏に見られる虫のことです。ミーンミーンという鳴き声が特徴的です。皆さんが住んでいるところにもセミはいますか？日本にはとにかくそこら中にセミがいます。
しぐれとは雨のことです。よってセミしぐれとは雨のように降ってくるセミの声のこと。つまりセミがそこら中で鳴いている様子を意味します。セミの声を聞くと暑い夏がさらに暑く感じられるんですよね。6番目の言葉、夕涼み。夕涼みは夕方、家の庭や家の外に出て涼むという意味です。涼むとはクールダウンのことです。昔はたらいと呼ばれる容器に水を入れて、その中に足を入れて涼むという習慣がありました。現代ではほとんどエアコンに頼っています。たまにはエアコンではなく、自然の涼しさを楽しんでみてもいいかもしれません。とは言っても、日本は夜もとても暑いんですけどね。7番目の言葉、打ち水。打ち水は庭や道路に水をまくことを意味します。水をまくことで地面が濡れて少し涼しくなるという効果があります。また暑い時に水を見るとなんだか涼しい気分になりますよね。このように水を見ることによって涼しさを感じるという効果もあるようです。いかがでしたか？今日は夏に関係する美しい日本語の言葉を7つ紹介しました。楽しんでもらえたでしょうか？次の動画では夏の食べ物についてお話ししたいと思います。楽しみにしていてください。今日も動画を見てくださって本当にありがとうございます。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。皆さんも夏暑いですけれども、体に気をつけてお過ごしください。バイバーイ。